Hey, 僕は YouTuber、 イケてる YouTuber、 人気ありありファンキャーキャー。私、夢見る小学6年、毎日夢見る、枕で夢見る、未来に向かって夢を見る、やー。楽しそうですね。あ、小原先生、こんにちは。こんにちは。京子ちゃん、健太くん、こんにちは。何をやっているんですか？ Hey、聞いてくれ。学校の宿題。京子はラッパー、健太もラッパー、イケてるラッパーだぜ。オーイエイ。頑張ってますね。でもリズムに乗るのが難しくて。イケてる歌詞も思い浮かばない。アドバイスお願いします。ちょっと歌ってください。じゃあ私から。私のペット、名前は大吉ワンワンワン、算数できるよワンワンワン、 1+1 はワンワン、 1+2 はワンワンワン、 1+3 はワン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 。毎日学校つまらない、算数の勉強つまらない、掃除も宿題もつまらない、でも給食とっても美味しいよ、イエイ。リズムはなかなかいいですね。歌詞はどうですか？そうですね、面白いですが、ちょっとインパクトが弱いですね。記憶に残りやすい歌詞にするために、同じ音を持つ言葉を使うといいですよ。僕、何度も同じ言葉、つまらないをリズミカルに使いました。同じ言葉ではなくて、同じ音を持つ言葉です。同じ音を持つ言葉？全然わかりません。同じ音を使うことを韻を踏むと言います。韻を踏むと歌詞にインパクトを与えて、耳や記憶に残りやすいですよ。例えば、テレビの CM のキャッチフレーズ、韻を踏んでいます。インテル入ってる。やめられない、止まらない。セブンイレブン、いい気分。なるほど。確かに耳に残りやすい。では、どうやって作るか。最初にラップのトピックを選んでください。例えば、テーマはオリンピック。オリンピックを表す言葉を考えましょう。感動はどうですか？いいですね。次に、感動と同じ韻の言葉を見つけましょう。まだ韻がよくわかりません。感動と同じ韻を踏んだ言葉は、健康、歌おう、おはよう、追う。わかった。行こう、見よう、感じよう。成功、好調、決勝、優勝。やるじゃないですか。韻を踏んだ言葉のリストを作って、その言葉のリストをよく見て考えてください。きっとユニークなラップの歌詞が思いつきますよ。わかりました。やってみます。夢追いかける。毎日きらめく。いつか夢叶える。イエイ！京子ちゃん、なかなかいいじゃないですか。聞いてください、僕のラップ。タイトルは、僕の一週間。月火水木金土日。月火水木金土日。Hey、聞いてくれ。僕の一週間。月曜日元気にカレーがうまい。火曜日カッカと先生怖い。水曜日数学勉強嫌い。木曜日黙々勉強しない。金曜日キラキラ明日学校行かない。土曜日ドキドキバスケ負け試合。日曜日ニコニコ早起きしない。月火水木金土日。月火水木。なんだかネガティブね。京子ちゃん分かってないね。ラップって女優あるがかっこいいんだよ。